抜ける勇者。これでも勇者しか抜けんらしいね。やばこれ。あ、取れん。取れんことだった。ねえ。120。もう関わることをやめましたね。マジで124。とりあえず5、6倍してみようか。おいしい。なんかえらい染みやすそうですね。うわ、これをめっちゃ使う場合吸い込む。気がですね。気がしょぼすぎる。はい、お願いします。そしてこれ端っこからですか。ん、全然取らん。なんすかこれ。山内さん、あーじゃないっすよ。びっくりするぐらいな。なんすかそれ。1.5m や。はい、124で切ったもん。もう164やろね、おそらく。全部切った。全部やり直しや。正直に言っていい俺、うん、なんか短いなって思って見てた。いや俺もね、なんか短いなって思ってた。あー、びっくりした今。あー、どうか。なんこれ。もう全部もうやってる。このくらいの。あと何センチ？俺124って言うたけど。なんで124で来たんですか？あれだよ、俺多分164か、なんか記憶がスカッと入れ替わったんだよ。こっちに歩きよった中に。いやでも154？ 154やった。30センチ飛んでいくんだ。でも言ってたのは124って言ったと思いますよ、口で。ずっと124って言いよった。あの、まあ、キャンプ用の木材と。そうですね。ほら、落ちるもやっぱり。あ、オッケーオッケー、はいはい。Thank you。 これもこの指の力だけで地球ば持っとるけんですね、これ。ほら、ね、ほう、ね、すごくないですか、指の力。ベースのこの隙間から追えば見て、睨んで。今指の力で地球ば支えてる。これどれどれどれ、これどこどこ。ベースの隙間から睨んで。気持ち悪かった。気持ち悪かったなんですか。気持ち悪いじゃないですか。可愛い目が見えるもんね。悪いことはしてないですよ、特に。バチが当たった、須田さんに、ついに。くだらなるかなと思ったら。ついに来た、バチが。当たったね、岩井さん。ね、今までの。嬉しかね、気分。ね、やっと当たった。でもね、それをね、そうやって笑ったってことはね。来るよ。いや、もうバチ当たってでも笑ってやったね。当たっていいよ。まずはあのモノマネ、じゃあタイトルから言って。スピード目、砲丸投げの人。スピード目それ補足。はい、今日はここまで。変なとこでやめた。ありがとうございました。ありがとうございました。これで終わりね。これでやーで終わるね。ご視聴ありがとうございます。